世界の海軍の中で専門の監視として、指揮官を持つ国は少なく、アメリカ以外では、デンマークのアブサロン級多目的支援艦や台湾の高オ級揚陸指揮官などに限られている。アメリカ海軍での指揮官という区分の監視は、第二次世界大戦時に揚陸作戦の指揮統率のために、 既存の水上規模艦から改装して作られた AGF-1 バルカーを端緒とする。洋上艦隊の司令部としての機能を担うため、股間防衛のための簡略な武装を除いては兵装を持たず、各種多重な情報通信機能と情報分析支援機能、事務、会議スペース、艦隊司令官と参謀の居住空間、そして、 ヘリコプター艦板による空からの移送能力を提供する。当初は、ドック型輸送用陸艦として建造された後に、指揮艦として改装が施された艦の2隻が在籍していたが、ラサールは2005年3月に、コロナドは2006年9月にそれぞれ退役した。2018年現在、アメリカ海軍は最初から指揮艦として設計、建造された。 ブルーリッジ級のネームシップブルーリッジと、その2番艦のマウントホイットニーの2艦を運用している。ありがとうございます。